まいといかねば。寒い。夜も明けきらんうちに労働とは。この町の朝は人よりカラスの方が早起きだったりする。20円のお釣りです。ありがとうございました。何やってんだろうね。また来てら。ほら、お前あぶれてんぞ。私にもちょうだい。ん？私にもお弁当ちょうだい。そういうことしちゃいけない決まりになってんだ。悪いけど。カラスにあげてたじゃん。終電逃しちゃって新宿からずっと歩いてきたんだよ。カラスにあげたと思ってさ。ほら、のり弁しかねえけど。やった。こんなとこ見られたらやばいんだからな。下の名前なんていうの？魚住くん。え？陸王だけど。サンキュー陸王。私は春。大学？わあ、今年卒業した。今はプーだよ。カラスは好き？好きって、まあ慣れると可愛いかな。名前はカンスケっていうの。可愛いでしょ。じゃあね、お弁当サンキュー。変な女。あ、いたいた。上澄みサボってんじゃねえよ。すみません、木下さん。今日も労働ご苦労さんってか。さようならだね。こっちで仕事が見つかるとも限んないし、もう学生じゃないんだから、このままバイト生活続けてても発展しないじゃん。誰だ？よ、福田かよ。いつ来ても変わんねえな。汚くて時代を超越してる。石品にあえぐ友人に手土産はねえんか？なんで俺が稼いだ金をプー太郎に使わなきゃならんのだ。キッ。そういや、同窓会のハガキ来てただろ。本当にあんの？あれ、今年卒業したばっかだろ。ま、社会に出て半年以上経っていろいろ気軽に愚痴が言いたいのさ。俺はごめんだ。こんな就職し損ねたやつがいたらみんな気使ってしらけるだろうが。しそこねたんじゃなくて、しなかったんだろ。だってお前就職活動してなかったじゃん。最初はあったよ。けど思っちゃってさ、俺やりたいことないんだよ。別に誰もが本当にやりたい仕事についているってわけじゃねえと思うけど、結局生活のためにコンビニで働いてるわけだから同じことなんじゃねえの？バイトだって思うと気が楽なんよ。嫌になったら辞めりゃいいんだし、使う方だってバイトだと思えば期待もしねえじゃん。ま、とにかく同窓会来いよ。だいたいいつものメンツだし、森の飯な子も来るし。ああ、禁句だった。いいよ別に。でもあいつ金沢にいんだろ？いや、こっちの高校に赴任したらしいぜ。前から聞きたかったんだけどさ、お前ら付き合ってたの？いいよ。なんだそっか、いつもお前ら一緒にいたからさ。なんだそっか、お友達か、ただの。あー、スリくん。お前か。ねえ、私の声変じゃない？
はるちゃん今日も元気だね。あ、木下さん、カラオケで喉ガラガラだよ。あ、今度俺と行こうよ。いいよ、おごってくれるなら。あ、もうバイトなんだ。ちょっと顔見に寄っただけ。じゃあね。じゃあね。はるちゃん毎日来てくんねえかな。なんかエキセントリックじゃないですか。カラスなんか連れてるし、非常識っすよ。バッカ、可愛い子は何やったって許されるもんだろうが。そんなもんすか。そういうもんよ。お前年下ダメな。上澄くん。はい、いらっしゃい。久しぶり。なこ、これ今日の同窓会で出た料理の残り。私がいない間ちゃんと食べてた。いや、いらっしゃい。忙しそうだね。環七沿いのファミレスにいるから、仕事が終わったら来てよ。前向きを見せられると何も言えなくなっちまう。それは俺が社会のはみ出し者だから。一生懸命何かやっているやつに向かって何も言う資格はないと思っているからだ。嘘つきってさ、人に嫌われるけど人に好かれるんだよ。嘘ついて適当に他人に話し合わせていい加減に生きて、傷つくのも傷つけるのも何もなくて、くだらないやつになって嫌になるな。人間そんな変わるもんじゃないのに、月日ばっかどんどん過ぎて。私はもう人を好きになるのはちょっとめんどくさいな。結局しなこ自身の問題なんだ。俺は兄貴の模造品じゃない。ロウ君、今は俺のやり方で認めてもらえるよう頑張るしかないと思ってる。だからちゃんと見ててよ。私嘘つきだけど、初めて人に好かれたいと思った。私も逃げ場なくしたのかもね。ちゃんと見てるよ。とりあえずちゃんと見てるから、ロウ君のこれから。本当は社会のはみ出し者、このフレーズに酔っているだけだ俺は。就職しないのも、好きな女に打ち明けないのも、何らかの結果が出て傷つくより、結果を曖昧にして自分の体裁を守っているだけなんだ。これでいいんだ。これで。49% 後ろ向き、 51% 前向きに生きる日常の物語。ミスタで歌って。